乳酸エチルは乳酸とエタノールから形成される塩基性エステルである。天然にはワインや鶏肉、果実類、味噌に微量を含まれる。食品用香料として有用であり、香りはナッツ様、乳製品様、果実様とも表現される。乳酸エチルは生物により生成されるが、元となる乳酸を生成する生物により、 左線性と右線性の光学異性体が生じるが、多くは左線性である。産業的には石油化学工業により製造され、その場合には左線性と右線性が混在したらセミ体となる。いずれの異性体とも生分解性があると考えられている。水と酸、または塩基の存在下では、乳酸とエタノールに加水分解される。毒性が低く、 食品添加物や、香水の原料となる。工業的には、グリーン溶媒の一つとして、セルロース類の溶媒として使用される。生分解性があると考えられていることから、洗浄剤としても用いられる。アリルある自民の形成にも使用される。引火性があり、日本の消防法では、第4類危険物に分類される。燃焼時には刺激性、腐食性及び、 毒性のあるガスを生じることがある。急性毒性は、ラットに、蛍光投与した実験での半数致死量は 2000mg、kg 以上、ウサギに、経費投与した場合の LD50 は 5g、kg と、毒性は低い。発言性や、変異原性も確認されていない。ウサギを使った実験では、目に対して刺激性がある。ありがとうございます。